はじめまして、うさぎ人間です。私たちは2010年の2月からベルリンに住んでいます。普段の活動は、こういうオリジナルのビジュアルマシンとオリジナルの楽器を使って、音楽とビジュアルのパフォーマンス、ライブパフォーマンスを主に行っています。この下の部分が、まあ、ドラムみたいに見えて、日本語で大きい太鼓のによく似ていて、太鼓太鼓って最初に呼んでいて、そこからちょっと崩して太鼓って呼ぶようになりました。ボードになっているので、まあ、4つのレイヤーに通すことができて、でここにいろんなものを置いてアニメーションを作るようになっています。これはしばきという名前で、しばきってこう日本語でヒット、英語で言うとヒット、しばくっていう、で、しばくからしばきっていう、まあそんなとこです。これもスーツケースに入るんですけど、全部分解して。まあ普通にこうドラムとか。基本的に打楽器なんですけど、じゃそれだけじゃ音楽がなかなか作れないので、こうまあ改造してこう作ったエレキギターみたいな、こう弾くこともできるんですけど、これまあつないで、使うと。なぜドラムというかこういう形になったかというと、この彼女の機械とのコントラストで考えて、だからビジュアル優先で、で見た目でこっちを、ベースじゃなくてこういう楽器を作りました。うさぎ人間は、人間と動物と、まあ、自然を大事に思う活動をしたいと思っていて、それでウサギと人間っていうのをくっつけたんですけど、実はこうウサギ人間、これキャラクターなんですけど、目はお鼻なんです。日本でまあアーティストという括りの生活をしたことがないんだけれども、ベルリンは結構生活しやすいと思ってます。ライフスタイルとか考え方ですごい大きな影響を受けて、すごく自分たちが変わったから今こういうことをやっていて、だからそれは多分物を作るっていうことだけではもう全然ない、うん、まあ作業スペースが広いっていうだけでも作業しやすいし、外に出てもこう自然がすごいある、ちょっと散歩するだけでも結構開放的な感じに慣れて好きです。電線がないのとかね、空が広くバーってこう広く見える。最初はすごい日本の生活に慣れていたので、日本のやり方ですごい考えていたんですけど、ここでは同じようにできないので、最初はそれが苦労とか大変な方にもあったんですけど、今それを面白いと思いながら、ここでできる素材で考えてやってます。